カールスルーエに立つビルヘルムの銅像、ルートビヒビルヘルム・アウグスト・フォンバーデンは、ドイツのバーデン大公国の大公子で、プロイセンの将軍、政治家。最後のドイツ帝国最小、プロイセン首相、マックス・フォンバーデンの父親。バーデン大公レオポルトとその妻で、スウェーデンのハイオーグスタフ4世、アドルフの娘であるソフィア・ビルヘルミナの間の、第5子、4、男として、 カールスルーエに生まれた。ビルヘルムは、ドイツ連邦軍バーデン文検隊に入隊し、1847年に、勝位、1849年に中尉に昇進した。1849年から1850年に、かけては、プロイセン軍に移って第一この F 評連隊に、中尉として所属した。1856年には、砲兵連隊の少佐となり、後には、 少々として、最後のこの絵方兵旅団長を務めた。ビルヘルムは1863年、結婚を目前に控えて、陸軍中将で、プロイセン軍を退役した。1866年に、広島戦争が起きると、ビルヘルムは、オーストリア帝国の主導するドイツ連邦軍の、第8連邦軍ダンバーデン師団の司令官となった。 1866年7月30日に、ビルヘルムがマルクト・ハイデンフェルトのプロイセン主霊部に、停戦を求めて、手紙と共に軍旗を送ると、バーデン師団は崩壊し始めた。ビルヘルムは、手紙の中で、自分の父親の太鼓レオポルトは、プロイセンをビルヘルム一世と直接和平交渉に、入るので、ビルヘルム一世は、バーデン師団所属の兵士が安全に家に帰るのを、 保証してほしいと願い出ていた。戦後、ビルヘルムは、プロイセンの軍隊システムに則っ,ったバーデン軍の軍政改革を行った。ビルヘルムは、南ドイツ諸国の王族の中では、南北ドイツの融和を推進する数少ない一人であった。1868年、ビルヘルムは、バーデン軍の司令官を辞任した。1870年に始まった。 不仏戦争では、ビルヘルムは、第一バーデン旅団を指揮し、1870年10月30日より、リジョンをめぐる激しい攻防戦を指揮した。また、ニューイコール・サンジョルジュでは、法に重装を負っている。1895年、ドイツ皇帝ビルヘルム2世は、ニューイコール・サンジョルジュの戦い25周年を記念して、ビルヘルムを、親衛隊の名誉的な司令官とした。 また同時に、プロイセン王国最高の軍事勲章である、プールルメリット勲章も授けられた。ビルヘルムは若い頃から、バーデン大公国の貴族院議員を務めていた。1871年から1873年にかけ、彼は自由保守党所属のドイツ帝国議会議員を務めた。ビルヘルムは1897年に67歳で亡くなり、 カールスルーへの対抗家地カレ拝堂イドに葬られた。1863年2月11日に、サンクトペテルブルクにおいて、ロイヒテンベルク皇、マクシミリアンド・ボアルネトロシア大皇女、マリア・ニコライブナの、娘マリア・マクシミリアノブナロマノフスカヤと結婚した。妻マリアとの間には一男一女を設けた。ありがとうございます。